やあみんな、下井くんだよ。生きてるかーい。下井くん改め便秘下痢太郎だった下井くんも、なんと今月に入ってようやくこの汚名を返上することになりました。快便太郎ですよ。毎日プリプリ、いやなんだろう、お腹痛いんだけどね、プリプリですよ。ということでね、心に詰まったわだかまりみたいなのが全部ね吐き出された気持ちで、心機一転、下井くんとしてまた生きていきますよ。ということで、毎月初め恒例 S660 業者オークションリセール相場 in 5月をやってきますよ。いやもうね、オープンカーの季節ですからね、こっから S660 が売れることをね祈りますよ。値上がりがするんじゃないか、まあ下井くんはね値下がりする予想なんだけどね。まあ何せ車全体で言うとね、56って売れないっていう噂だからね。噂ね、車屋じゃないから分かんないんだけど。さあ S660 はどうなってるかなんだけど、その前にね、毎月初めは本当はねこれをやってたよね。はい、カーセンサーで見る日本のマンハイム中古車指数、カーセン指数だ。もうね、動画的にはあんまりね長くならないし面白くないし、もうビッグモーターもね名前をねウィーカーズに変えちゃって、新たにスタートするってことで動画にするまでもないんでね、ただデータは取りたいんで、ちょっと皆さんにね共有したいと思います。まずはね、本家のマンハイム中古車指数、これアメリカのね指数なんだけど、現在のマンハイム中古車指数、これ先月の分かな、ということで見ていただくとね、アメリカはもろ下がってますね。これ相当下がってますよ。これね、まんまパーセンテージで見ていただきたいんだけど、1998年1月を100とした時の現在のそのパーセンテージね、つまり 199.2% 高いってことですよ。恐ろしいことになってるのが、これがねアメリカのインフレを表してるって言われてるんだけど、だいぶ落ち着いてきたけど、高値水準は高値水準だね。ただ今月すごい下がってますね。先月が 202.6 ポイントだったんで、なんと 3.4 ポイント、まあ要は 3.4% 下落したってことですよ。すごいことですよ、 3.4 って。ちなみに下井くんがいつも調べてるね、これはねカーセンサーに載ってる全ての掲載台数の中央値、真ん中を取って、その金額を常にね集計しているものです。まあ平均値とねほぼ近似値なんで、平均値と思って構わないと思います。まあ要はカーセンサーはねあまりにもね膨大すぎるんでね、40何万台もあるんで、そこを平均値とるのは無理なんで、まあ、中央値で生かしていただいてます。全く同じ数値をねずっと取ってればね、その上がり下がりは分かるよね。ということで日本はどうなってるかというと、上がってるんですよね今月ね。はい、ここね 1.65 ポイント上がってます。アメリカが 3% ぐらい下がってるのに、日本は 1.65% 上がってます。まあなんでこんなことが起きるかというと、去年の10月にね中古車販売の規制が入りましたよね。規制というか、まあルールというか、そういうのが入ったんで、まあ中古車業者が根付けに今ね困ってる状態で、だんだんねこなれてきて乗せちゃえっていう感じだと思います。ちなみにね、このカーセン中古車指数っていうのは車両の支払い総額の中央値を取ってますんでね。ということでね、日本はねこういう風に徐々に値上がりしてます。はい、というのを踏まえて S660 を見ていく、長かったね。カーセンサーさんいつもお世話になってます。さっきもお世話になりました。はい、S660 は今月は516台出てます。うん、これ増えたんじゃないの。ちょっとグラフを見てみましょう。はい、カーセンサーのね S660 の掲載グラフ、長いグラフだな。ということで今月ここ伸びました。うん、なんとこの1年で一番多くなりましたよ。嬉しいね。売れてないっていうのがなぜかね嬉しいんだよ、下井くん。 S660 が、なんだろうね。まあそれはね安くなるからかもしれないけど、まあとにかくねここ1年で一番多い状態になってます。まあただね、一番の全盛期にはまだ及ばないですね。ちなみにマニュアルが291台で16台増えてて、 CVT が227台で14台増えましたね。数字的には大したことないと思うけど、もうねもう絶版になった車がこうやって増えていくのもなんか面白い話だね。今回の S660 は2024年の4月の初旬から末までのとある業者オークションの相場を見ております。その中で S660 修復歴ありが8台、多いですね。だんだんやっぱ古い車っていうのはこういう修復歴ありが多くなってくるね。状態3以下、これすごい悪いやつですね、悪いやつが7台、これもねだんだん多くなったね。今までで一番悪いやつが多い。そして10万キロ以上走ったのが4台ありますね。この3つの状態のやつは集計から省きます。これはね極端にリセールが下がるんで、まあ平均値が下がるっていう意味でやめときます。はい、それを合わせた今回の S660 の総落札台数が134台になります。134はどうなの。
はい、それを踏まえてアルファ限定の落札台数を見てみましょう。一番多いグレードなんでね。前期のアルファマニュアルが33台ですね。後期のマニュアルが8台。ちょっと少なめかな、いつもより。どうだろう、少なめな気がする。常に少ないけどね。で、前期の CVT が30台で、後期の CVT が7台ということで、3月と4月多いよね。3月が多いのは分かるんだけど、4月もめちゃめちゃ多く出てますね。これはね、活発に取引されてるのが分かります。ちなみにね、2018年6月から2019年のやつは中期って言われてるけど、前期と中期そんなにね、明確な区切りがないんで、いや、メリハリもないんでね、今のところ一緒にしております。またまた前置きが長くなりましたけど、各グレードの年代別に分けておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、2015年のアルファマニュアルが11台出てますね。多いね、2015年ね。はい、平均走行距離が 32,600 キロ。これね、2015年の特徴でね、低走行の車が多いんだよね。だからもしかしてこれリセールに影響するかな。平均状態が 4.9 です。5が最高で、4以下のは乗せてないんでね。11台あって 4.9 というのはすごくいい方です。平均落札が175万909円の平均消費税込みリセールが 88.3% です。ちなみに先月が170万7777円だったので、プラスの 43,132 円です。おっと、まあ少ない幅だけどプラスですね。強いね。2015年だからね、皆さん。一番古いモデルだから価値がある。いや、コンセプトモデルが一番古いからね。いや、皆さん、9年落ちの車がリセール 88.3%、 信じられます？いや、信じられませんよ、下井君は。海外需要がめちゃめちゃあって高くなるっていうのは分かるけど、これ国内需要だけだからね。シビックタイプ R とは訳が違うからね。国内需要でこれだけ上げてるって本当すごいね。まあもちろん海外にもちらほら出てるけど、大量には出てないはずだもんね、おそらくね。出てたらぜひ教えて。いや、でも2015年素晴らしい、拍手。いや、本当に9年のいや、もう今更売りたくないか、9年乗ってる人。どうなの、10年と9年って節目じゃない。売るか売らないか。下谷君もね、前の車9年目で売ったから節目だね。まあだから11台出てるのかもしれないね。はい、次、2015年の CVT 10台出てますね。うん、これも多いね。まあもちろんね、 S660 ってマニュアルの方が台数出てるからね。一般の車両とはもう訳が違うからね。一般は9割以上が CVT だからね、この差が面白いね。はい、平均走行距離が32,300。これも走ってないですね。平均状態はオール5です。素晴らしい。9年間よく綺麗に乗り続けた。はい、平均落札が143万5000円の税込みリセールが 72.4%。 おっと、これはどうなんだ。ちょっとマニュアルと比べたらやっぱ低いな。 15% ぐらいちょっと差が出ちゃってますね。一時期差が縮まったんだけど、ちょっとまた差が広がってんのかな。まあ2015年に限ってだけどね。はい、ちなみに先月が142万7142円だったので、プラスの7858円ですね。お、プラスはやっぱプラスだね。さっきも見ていただいたカーセン指数で中古車全体が上がっちゃってるからね、それは影響してるのかもしれない。はい、次、2016年一番玉数が多いマニュアル18台出てましたね。やっぱ多いね。平均走行距離が 42,700 キロですね。多いっつってもね、これ8年落ちの車だから、普通ね、1年1万キロって考えたら全然少ないですよ。さすが S660。 平均状態 4.69 ってことで、若干悪めかな、若干ね。平均落札が169万5625円の税込みリセールが 85.6% です。あ、2016年2015年に負けたぞ。まあ一番玉数多いからね、距離も走ってるから、そういう差が出てるかもね。まあ、あと状態も良くない、そういうことだ。はい、ちなみに先月が166万2941円だったので、プラスの 32,684 円で、またプラスか、すごいね。こりゃ値上がり中といってもまあビビたるもんだけどね。はい、次、2016年の CVT が14台出てまして、平均走行距離が 29,500 キロの平均状態が 4.79。はい、平均落札が146万7875円の税込みリセールが 74.1% です。ちなみに先月が141万4444円だったので、プラスの 53,431 円。お、ここまで全部プラスですよ、値上がり中。いや、しかも古い方ほど値上がり中って何かあんのかな。次、2017年のマニュアルいきます。こっからね、玉数ガクッと少なくなるからね、いつもね。はい、それが2台出てましたね。平均走行距離が 18,500 ということで、本当にこう大事に乗られてますね。もちろん状態は2つとも5。はい、平均落札が
178万円の平均税込みリセールが 89.8%。 まあやっぱね 90% 近いリセールを叩き出すんだね。ちなみに先月が176万6250円だったのでプラスの13750円です。でこれはね本当全体的にね上がり幅は少ないんだけど下げてはいないからね。上がってるのはもう確定。次2017年の CVT が3台出てまして平均走行距離が5万4000キロの平均状態が5、平均落札が124万6666円の税込みリセールが 62.9% ですって。急に落ちたな。リセールめっちゃ下がったな。2台ね、3台中2台がね約8万キロ走ってるからだ。あれはもうねあんまり参考にならないね。はい、ちなみに先月が148万円だったのでマイナス20万1334円ですね。まあこれは本当、まあ仮走行気味のやつが2台入ってるからまあしょうがないね。残りの1台が5000キロしか走ってないやつで155万円です。うん、程度がめちゃめちゃいいけど155万。まあ安いは安いんだねやっぱね。はい、次2018年、こっからね中期だね。まあ6月からなんでね、年の半分は前期で年の半分は中期っていう分かりづらい。で車検で調べようにも車検が切れてるやつとかもあるんでね、正直2018年を中期っていうには微妙だけど一応中期としとこうか。落札台数が2台、平均走行距離が5万3000キロ、おお走ってますね。平均状態が 4.5 っていうことで悪いですね。2台中1台は4。平均落札が148万5000円の税込みリセールが 74.7% ですね。まあこれもね若干年代にしては走りすぎってなるから中期、うん、関係ないかな。リセールはめちゃめちゃ悪いからね。めちゃめちゃ悪いって言っても普通の車と比べたらもうとんでもない高さなんです。はい、ちなみに先月が164万円だったのでマイナス15万5000円になります。程度がまああんまよろしくないって言っとこうか。いやとにかく弾数が少ないからね正確には出ないんだよね。そこがねこの中期の難点だね。2018年の CVT はなかったですね。はい、次2019年、中期だねもう完全に。はい、アルファマニュアルが2台出ておりました。平均走行距離が3万500キロの平均状態が5、平均落札が167万5000円の平均税込みリセールが 84.3% です。これはね正直前期のね2015年より悪いですね。まあここがね結構ちゃんとした平均値かもしれない。まあ要はオプションとかバリバリついてないとかね、そういうことかもしれないね。はい、ちなみに先月が214万円だったのでマイナス46万5千円です。これはちょっとさすがにね食らったね。ちなみに前回 107% だったからねリセールが、 23% ぐらい落ちちゃってるよ。すごいね。まあよっぽどなんだけど前回1台しかなかったんでそれがねすごいいいねオプション付きだったのかもしれない。まあほんとそこはわからない。なのでまあ中期っていうのはねすごくね分かりづらいですね。はい、2019年の CVT が3台出てまして平均走行距離が3万9300キロの平均状態が5で、平均落札が149万3333円の税込みリセールが 75.1% です。同じキロ同じ状態で見てもマニュアルと CVT の差は15万円ぐらいの差になっちゃってるかな。それじゃあ皆さんが気になる後期いきますよ。はい、2020年のマニュアルアルファいきますよ。4台出てました。少ないな。平均走行距離が18,500、まあ大体こんなもんなんだよね。状態はもちろんオール5でございますよ。平均落札が232万7500円の税込みリセールが 110.3% です。はい、当然 100% 超えしてきますよ。いや何せ S660 でアルファの後期が一番人気だからね。高すぎるわリセール。はい、ちなみに先月が232万円だったのでプラスの7500円ということでまあ変わりなしだけど、こんだけねやっててまだ上がるか、大したもんだよ。2020年の CVT2 台出てまして平均走行距離が3万5000キロの状態が5、平均落札が204万5000円の税込みリセールが 96.9% ですね。わあ 100% いかなかったか。ただねマニュアルと CVT の差めちゃめちゃ差があるかっていうと 13% の差です。大きいと見るか小さいと見るか。はい、ちなみに先月が213万5000円だったのでマイナス9万円ですね。あー、ここに来てマイナスが来たか。はい、次2021年ラストイヤーのアルファマニュアルが3台出てまして平均走行距離が2万3300キロ、ちょっとだけ走ってるかな。
状態は5、平均落札が2,246,666円の税込みリセールが 106.5% ですね。まあさっきも言ったようにちょっと走ってるかなっていうのが影響してるはず。これは2021年ラストイヤーのね車が高くなると思うんだけど、そうでもないね。はい、ちなみに先月が219万円だったのでプラス 56,666 円です。ということでね、もうなかなかいい上げをしてますね。高級強えよ、ほんと強え。いつ下がるんだろう高級っていつも思うもん。2021年 CBT なんと5台出てます。珍しい。これ誰持ってたの？こんなに出たことないんだよ。これどっかのショップ潰れました？そんな気がしてならないんだけど、 CVT たっぷり持ってたとこあったんじゃないの。平均走行距離が 27,000km の3年落ちで、まあ 27,000 ってなかなか走ってますね2021年。で平均状態はオール5です。平均落札が216万2000円の税込みリセールが 102.5% です。お、さすが CVT といえどもね、2021年だとここまでいくね。まあこれは CBT 乗りにしてはね嬉しい情報なんじゃないですか。ちなみに先月が244万円だったのでマイナス278,000円です。ちょっとこれは痛い下げだな。これは CBT 乗りには悲しいお知らせだわ。はい、そして本当のラストイヤー、幻の2022年モデル、マニュアルが1台出てました。走行距離が 2,000km の状態が5、もうすごいね、未使用車に近いね。平均落札が249万円の税込みリセールが 118% です。バリ高。 5,000km 走って売ってちょっとお金もらえるっていうお仕事になってますよ。大丈夫ですかこれ。まあさすがだね、幻の後期。もうだんだん出てこなくなったからね。転売屋さんもだって持ってないからね、当然ね。まあほんとどんどん弾が少なくなるね。はい、ということで S660Alpha 限定のオークション落札価格の推移、死体くんの今まで見てきた全ての年代見てもらってますけど、長いグラフね。今月がここ。まあということでね、まっすぐに見ます。死体くんにはまっすぐに見えるんで拡大してみましょう。1年足にするとこんな感じですね。まあということでほぼまっすぐというかほんのり上がってんだね実はね。はい、前期のマニュアル平均落札が170万5151円だったので、先月よりも31,818円上がりましたね。この青素晴らしい。いやここに来てね、底を打たないって。1年前が底かな、これちょうどね。1年前の底と比べたらまだ全然高いよね S660 前期っていうか、もう全体にそうかな。はい、次後期のマニュアル、このオレンジ一番上ね、一番高いとこ、これが231万7500円ということでマイナス833円ということで変わりないんだよね。ここね、まっすぐです。これはほぼね、下がってるっつってももう見えない。で一番下の前期 CVT が143万7333円なので、先月よりも6366円アップですね。これがちょっと傾斜になってますね、境になってますよ。まあ購買 6% みたいな感じかな。はい、で後期の CBT がこの黄色で212万8571円で、先月よりも6429円マイナスですね。まあというような落札価格の推移ですね。まあこうやって見るとね、まあ高値水準をまだいってるね。底値はね見えてこないね、うん、というか底値になる前に一旦これまた上がりそうな予感がする流れになってんな。いやほんと死体くんはほんと5、6がまた落ちるって踏んでたんだけどな。はい、それではその他のグレードをダイジェストでお送りいたしますね。前期ベータのマニュアルが平均落札が148万8000円の税込みリセールが 82.7% です。高っ、高い。ちなみに先月よりも1万2000円高くなっております。ベータも高くなってきてんね、マニュアル。まあただね、ベータとかモデュール X っていうのは本当台数やオプションによって本当変わるんでね、明確な平均が出づらいっていうのは特徴です。はい、ベータ前期 CVT 平均落札が109万円の税込みリセールが 60.6% です。ちなみに先月よりも11万5000円安くなっておりますよ。後期のベータマニュアルが6台出てますね。これはね珍しい、多い。やっぱどっかのショップ飛んだかもしれない。はい、平均落札が187万8333円の税込みリセールが 101.7% です。ちなみに先月よりも19万1667円マイナスになっております。まあ後期買いたい人はね、ベータおすすめ。 101% だけどね、リセールがね。ということはここから高くなるからね、販売はね、新車よりも全然高くなります。はい、次モデュール X の前期マニュアルが2台出てまして、
平均落札が244万5000円の税込みリセールが 94.4% です。ちなみに先月よりも16万1667円プラスになっております。お待たせしました、モデュール X バージョン Z いきますよ。2021年と2022年製があるんだけど、これねあんまり変わりがないんでね、いつも一緒にしております。それが5台出てました。まあ大体いつもこんなもんかな。はい、平均走行距離が1万4000キロの平均状態はもうオール5でございます。平均落札が300万3万2000円の税込みリセールが 105.9% です。はい、ちなみに先月が320万6666円だったのでマイナス17万4666円です。おーっと動いた、今まで全然動かなかったバージョン Z ついに下落し始めました。ちょっとグラフを見てみましょうよ。はい、このグラフはこのオレンジが落札台数で、この折れ線グラフが価格の推移になってますね。これを見る限りすごいナイアガラに見えますね。これはまあ拡大されてるからね、ナイアガラに見えるだけで。ただしまだ底ではないんだよね。1年前の底にはまだ到達してないんで、こっから跳ね返ればまた安定路線に行くかなって感じ。ここをねラインをね割るかどうか、底でラインを割るかどうか、割ったらね雪崩のように行くか。ただアルファを見る限りそこまでね下がる余地もないんだよね。安定は安定だと思うんだけど、ただね今月はすごい下がりました。まあただトレンド線、このねうっすらと青いトレンド線があるんだけど、これはまあ常に今ね上昇トレンドを描いてますね。これ下降トレンドになる時あるのかな。はい、ということでこのね激落ちしたモデル X バージョン Z、 ちょっとカーセンサーでどれぐらいに売られてるのか見てみましょうよ。地対空カードという架空の中古車を装って業者オークションで落札したと仮定して、それをねカーセンサーに載せてみましょうよ。実際載せるわけじゃないけどね。地対空カーズは2021年製ね、それを303万2000円で落札したんで、落札した業者は 10% の消費税をオークション会場に支払います。この 10% が売り主に戻っていくっていう理屈ですね。これを皆さんお忘れなく。なのでリセールが常に税込みになっております。税込みになりますと333万5200円になりますね。はい、これに消費用もろもろ6、7万かかると言われてるけど、設楽君中古車業者じゃないんでわからないんで、うやむやにさせていただいております。はい、販売するにあたって、まあ、10% か 15% 利益を取るんじゃないかって予想します、設楽君は。ということで 10% 利益を取ると366万8720円になりますね。はい、バージョン Z 2021年製に絞ると13台ありますね。まあなんか少なめだね。はい、修復歴ありを除いた本体価格の安い順に並んでおります。で一番安いとこはどこ。はい、来た、 343.6 万円になりますね。あれ、なんか下井くんの価格とすごい近いな。まあ下井くんの弾き出す価格ってめちゃめちゃ高いんだよね。それと比べたらなんか若干近い感じがする。まあそれでも23万違うけどね。まあちなみにねグラフを見る限りね若干下げてますね、値段がね。徐々に下がっていってます。まあこれがモデュール X バージョン Z の下降トレンド線なのかなってぐらいの気持ち。ちなみに先月高かったけどね、高かったからこそ下がってるのかもしれない。まあ掲載33日だからね、ちょうど1ヶ月前。はい、次が、はい、348.7 万円ですね。同じようなもんだね。値付けは敏感だからね。この下降線は本当に分かりやすいね。こういうのが見たい、吉田君は。はい、次は 359.8 万円で、おう、もうほぼほぼ下くんカーズに近い。なぜか奈良日産が売ってますよ、奈良日産。わ、ちょっと下くんの動画見てる人なら分かるけど、奈良日産はね、ちょっとやばいね。触れちゃいけないね。これ以上触れない。まあ、ただ359.8万円ってことで安いですね。367.8 万円ですね。はい、ここで下くんカーズを、まあ、下くんカーズここで抜かれましたんで、これどうなんだろう。じゃあ、中央値を見てみましょうか。379万円ってことでね。まあ、これを見る限りね、オークション価格よりも、カーセンサーに乗ってるのは高いですね。買いじゃないと、下井くんは睨む。はい、じゃあ、ちなみにカババも見ていくんだけど、カババは何台か出てますね、こうやってね。で、バージョン Z どうなってるかっていうと、はい、1台出てましたね。白いやつ。350万円で出てたのが、もう制約済みになってますね。まあ、ということは、350万円は制約できるってことは、カーセンサーの値段に近いな。安いとこね。まあ、下井くんの予想だとね、330万ぐらいがバージョン Z、カババでね、売れる金額だって踏んでるんだけど、まあ、350万円でも売れちゃってますね。まあ、それは買う人の判断だからね。はい、ということで皆さんいかがでしたか ?S660。業者オークションリセール相場 in5 月ですけど、バージョン Z が下がりますよ、これ。皆さん。
今落札されたオークション価格で下がってるから、これから整備されて出てくるバージョン Z は値段が下がってると踏む。そしてまあ5、6が売れない月と踏む。いやでもオープンカーの季節だから微妙。わからん。2年調べてもわからん、こればっかりは。まあそれぐらいね、 S660 ってね、なんか常識じゃ測れない。まあ本当は普通の車じゃないね。面白いよ。ということでね、もうこれはシタイ君のライフワークなんで、来月もやりますんで、ぜひチャンネル登録、高評価してお待ちください。シタイ君でした。じゃあねー。